したらいいですね、うん、やっぱりこうこれね、京都の染色作家ということでね、玉井宝泉さんが、うん、あのお書きになられた絵でね、はい、あの先ほどの長寿戯画を描かれてですね、はい、そうそうそう、あの宮内庁の常陸宮さんがご覧になられたということで、うん、非常にも有名な方なんです。 その方がこの京田辺にお住まいだったんです。ああ、そうだったんですか。でここには本館にはこれあの今4面あなんだ本館の方であとこちらの方には、うん、あの富士山のね最後のラストシーンがあのこうやってねあの飾っていうか火吹いてますもんね。で別館の方には、うん、あのかぐや姫の間ということで、うん、この襖絵が12面ですか、うん、そうやったのがあるんですよ。あ、ね、後で、まあ、あのできればでもよく似た絵柄なんでね、うん、でもなんか別館の方がやっぱりこういう風になってるからね、まあだからそこはね1年に1回だけまあ公開しようということで、あのここで見てたら方が近くで見れるんです。あ、こちらの方もそうです、あの両方と手書きに書かれたんでしょ。そうです、これがまあかぐや姫のね、はいはい、あの帰っていくシーンですね、うん、でもね、まあ、あの表情がねとても豊かに書かれてますよね、そうですね、うん、そして大変だったと思いますよ、うん、今の日常の衣服と違うから時代交渉の ねできる方なんでね、そう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 、普通の人がまあ書かれるのとはちょっと違う、うん、私も百人一首頼まれて書いてるんですけど、時代交渉で地位によって全部違うでしょ、冠から、そうそう、もうだって詳しい人が調べたら恥かいちゃうから全部やりましたよ。あ、そうなん、だって右大臣とか全部違うの、違うんですよ、ね、そうです、そうです、そう、それ分かってるか分かってないかで、まあ、王家の方が見られたらね、うん、それ一つで恥かいちゃうなんて人に書いてるってね、そうそう、違う、うん、地位がね、だから絵を描くにもね、いろんなやっぱり勉強していかないと、そう、何でも同じだとは思いますけどね。そうですね。でもやっぱりあの物語は本当に、でも先生が描かるのはあの子供に向けのそういう絵じゃないんですか。全然違う。そうじゃないんですか。大人向け。あ、大人向けなんですか。だから英語あの何て言うのかしら、百人一首日本的なものは。ええ、この花咲く休め、それは富士山と桜の物語で、はい、古事記の中でそこだけ、はい、全部書いてます。それと仏法物語とあと中国の、あの親孝行物語、全部実はね、二十四孝物語って、はい、昔は江戸時代は寺子屋でみんなに教えてた、だって親孝行って大事じゃないですか。そうですね。その、うん、それは全部実は、うんうん、だからあの孔子の弟子のあの毛沢とかさ、うん、そういうお話ね、中国のね、そうそう、道教とかで台湾なんかの人はもうよく知ってるけど、もう四教五祖だからね、そうですね、皇居ですよ、あの親孝行の皇居、私あとは若い時に駅教のカルタ作ってます、うん、あ、それも出版されてるんですね。だからルートはもう本当ディスカバーじゃないですよ。それ全部ブログで全部書かれてるんですか。それはあまり詳しくはブログでは出てない。それ20代だから、あの25その頃からずっとされてる。でそれもね、銀座歩いてたんですよ、24の時、はい、週刊朝日の記者がね、何やってるのって私に書きって、うん、どんなやって大抵聞くじゃない、見たいって見たいっていうか見せてたら、週刊朝日に記事書いてくれたんですよ、人って選んで、はい、そしたらその日のうちに出版社から電話、はい、ぜひうちで出版社でそれ出てマスコミ50カ所ぐらい出ました。日本経済の文化論から、それが25、6の時、駅橋から始まって、そしてやっぱしあのもう偶然ですけど自主化がちゃうから、あと京都は私ご縁があって、上の泉の堂って四川堂さんっていう、新鮮じゃあ市上です、 上の泉の堂っていう和紙の問屋さんがあったんですね、で私そこでお材料買いに来てた、和紙のね、だそこはギャラリーができたんでって言ってやったのね。そしたらあの帯屋さんとかいろんな人が見てくださって、うん、私の豆本があるんですよ、このぐらいちっちゃい、はい、それを全部起こしてカレンダー作ってくれた、門紙の西陣織の、でそれが1980年用のカレンダー作ってくれて、その時に私フランス行ったの、またあの子供2歳の子連れてね、だからカレンダーって世界共通じゃないですか、うん、フランス人によく売れましたよ、だって全く和だから、だいぶもうお金儲けたはんねんね、お金は儲かんないんですよ、すでもお金はねあの神様がくださると思ってるから必要な時はくださるし、あ、なるほど、いらない、あの必要でないことにはくださらないのよね、
だから良かったんですね、うん、金儲けに走ってしまうと、そんなことやったら上から降りてこないでしょ。そう、ここね、ご覧になっていただいたらね、うん、時間があんまお忙しいだから、ね、ここ空海さんのね、うん、展示してる場所なんですよ、まあ、これ知ってますか、この空海さんのマナイ御前さん、うん、初めて聞きました。この神社のお姫様、お嬢様ですね。そうです、そうそうそう、ええ、それ読んで分かりました、ええ、こ、まあまあ、だから空海さんの愛する人やなかった。そう、やっぱしね、空海さんほどの人だから、はい、ええ、やっぱしこの前映画化された時もそうだけど、はい、美しい女の人とね、はい、すごい洒落てるんですよ、空海さんの接し方、うん、すごく粋な方ね、接してダサくないんですよ、坊さんでも。今回この2人の関係はね、うん、結構詳しく書いてあるんですよ、まあ、それは楽しい、ええ、最長と空海ですよ。そうですよ、もう、うん、だから空海さんがこれ、こんなんご存知ですか、この雑対書というの。いやいや、まだそこは勉強してません。これ空海さんが書かれた字ですよ。この字はすごいです。だからそれあなたの絵でね、ええ、両手に筆、足に筆つけて、お気について書くけど、それはこういう意味じゃなかったんじゃないかって。そう、多分そうだと思います。まあそのね、表現ですからね。ただね、空海さんは超常現象で、ええ、温泉を出したり、お水ないとこ出したり、結局イエス様と同じですよね。本当に困ってる人を助けるためにやってらっしゃるわけだから、そうそうそう、それがやっぱり伝説で日本列島中に残ってますでしょ。それがすごいなと思って。そうですね。でここね、この京田辺のね、特徴がね、空海さんのこの、五大明王ってことですかね、五大明王とか千手観音像、これがあるんですよ、このぐらいに。だから密教のそのものがここにあるわけですよ。すごい。だからね、このぐらいに、この間高祖皇太神宮も世界の中心がそこだったって書いたでしょ、でもうちょっと海辺寄りだったって地元の人がおっしゃってたけど、すごいことよね。でこの空海さんが大神経経流行中国碑ね、これ小屋さんで見られました。これペルシャとかね、イスラエルからやってきた人たちの経経が入ってきてたという、経経キリスト教。あそこね、あそこの空海の山は素晴らしい。なぜかというと、ご著書にも書いてあるけど、信長から明智から全部あるじゃない、全部来てるんです。敵も味方もなくね。そうです。魂のレベルではもうね、お許しあってね、もう王家もね、戦国時代のね、武将とかね、人たちのお墓がずっとあるでしょ、奥の院にね。だからね、高野山というのはとにかく、まあもうすごい。でも私もね、やっぱり自分でマリア様の絵描いてるけど、やっぱり噴火してますよ、火が、溶岩が出て。あ、マリア様も噴火してますか。うん、うちでマリア様のやっぱりね、直感なんですよ。なるほど。それはね、勉強しては知ったわけじゃない、直感で。で、あとね、これ庭がございましてね、ありますね、はい、ここにはその、なんていうのかな、かぐや姫のね、はい、ほこらを、ほこらも可愛らしい、可愛らしいほこらを、まあ、お祭りしたある方がね、持ってきていただいたんですよ。それ、ほこらあるといいですよね、また竹があってね、よろしいわ。でこれは宝来地区でね、邪馬台国の宝来地区なんです。まあ素敵ですね、ちょっと違いますものね。金明地区とか、黄色い色のね、まあ素晴らしい、この辺り多いんです。まあその鳥居もいいじゃないですか、竹でできてね、鳥居も竹で、ね、風情でが、やっぱしね、そこがやっぱしね、ちょっと竹取りですから。竹取りです、ありがとうございます。もう お褒めいただいて、いやいやいや、もういろいろとね、やっぱしね、もうあんなことをやってるんですよ。いやいや、私どももそうだけど、あとね、世界のね、はい、いろんなもん、これね、これメキシコなんかもね、はい、日本人が行ってね、作ったものね、これなんかもう日本の文化なんです。これ縄文土器ね、そうそう、社交土器ね、はい、これ宇宙へ飛んでいたって、どうも私には分からない話なんですけど、宇宙へ飛んでいたとかね、いろんなことが。でこれなんかもチベットのね、チベット密教のこの抱きに視点という表すようなね、世界にはね、いろんなものがあるんですよ。まあでもね、文化とかそれぞれの国で人間が必要だってものを、ね、そうですね、やっぱり両方も同じように尊いっていうか ね、 うね、私はそう思うんですよ。だからあまりね、自分のところだけが中心だとかね、それを言い過ぎちゃいけないと思う。まあそういうことでしょうね。ああ、ちょっと喧嘩になりますね。だから文化は、世界の文化は共通してるということだと思いますね、だからここ、このね、この上の絵柄もね、はい、この絵もすごい絵なんですよ。面白い。これとかね、あれね、あれね、あれインドのヒンドゥー教の絵柄。ヒンズですね。ヒンズ教の絵柄が日本に来てるんですよ。空海は持ってきてるんですよ。そりゃもう、
お勉強されて三面六教がね、うん、いうのが、そして託されたわけですよ、特別にあなたを待ってましたって。 でも霊的な世界はそうだと思いますよ、あれは、それを会議する人いらっしゃるけどね、そんなことないとかね、やっぱり空海もそれだけのオーラ放ってたはずですから。あったんですよ。もちろん違いますよ。これはもう違いますね。イエス様と一緒ですよ、もうパーって見た時でありがたさというかね、全然違います。素晴らしい、うん、でもね、そこまで分かる人はね案外少ないんですよね。いやいや、私どもはね、やっぱりうちのお母さん、やっぱり学校の先生してて、とっても普通の可愛い父だね。現代版の。いやいや、こういう感覚がいいんだ。私も父ちゃんすごく好きだけど、ユーモアの心とかね、子供でもある意味で分かるはずのものなんですよ。これね、はい、竹取物語の一番古いね、はい、天理大学にある、はいはい、ものなんです、はいはい、本来は漢字で書かれてるんですけど、はいはい、それをひらがな混じりの、ね、そうそうに変えてあるんです、ね、じゃあそれがね、私、はい、素晴らしいと思ったの、光ランドの本見て、私もね、うつほ物語ってね、原書ね、そういう書き方ですね、もうタラタラタラタタラとやったら長くって、みんな読むの嫌になっちゃうわけ、はい、原書ね、はい、ところがその伊藤節子教授が、外国人だから絵本の用だからね、縮めに縮めて書いて、それを私日本語そこから起こしたんでしょ。そうすると誰でも読めるわけ、すごい話で、みんなが、私も初めからこれは導入本ですよと、うつほは素晴らしいもんね、いろいろあるけど、まずここから入ってって、この美しい芸術の世界とか、日本がいかに最高のものをこんな7世紀からね教えてる人がいたってことを、普通今の若い人たちにも知ってほしいっていろいろ言うと ね、みんながね、もう本のね、やっぱり感想文がアマゾンやなんかの出てるんですけど、やっぱり同じように理解してくれてるんで、英文ついてるでしょ、だからそれがまたいいっていうのね。英語でも簡単な英語ですもん。だからそこに絵柄があるとよくわかりますもんね。 そしてね、私たまたまね、アメリカに行った時ね、ジャパニーズカルチャーっていうのをやってる方がいて、私にいろいろ頼んでくるわけ。最初は墨絵を教えてくれて、外国人の奥さんたちにね。で、私しょうがないからまた勉強して。墨絵もされてんの？教えましたよ。あ、そう、ね、すごいね。ハーバード大学の中で教授の奥さんたちに教えして、はい、さらに1年後にね、キャンバスでグループ展やったの。だから最高年齢が84ぐらいよ。それこそ京都賞を哲学でね、京セラのね、あの人の京都賞をご主人が取った84歳のおばあちゃまも生徒だったわけ、みんな教授の奥さんがインテリね、はい、でその人たちに水墨画を教えたでしょ。あんた何でも言ってくるのよ、次に和紙を教えてくれって言ったのよ。で、私はまたバカだから断らない人ですよ、さっき言ったように。だからそれこそあれですよ、福井の竹踏まで行って、人間国語の先生のところに説明して、これ外国人に教えるんだからちょっとね、お水だって本当はもっとこだわりますよと、こういう水場だって本当は 何日も熱湯出て、だけど今日は2時間しかないからっていう教え方しますでしょ、作りますからね、はい、実際にね、はい、そうするとね、満員なの、いつももう定員オーバーするくらい。でも私は全部受け入れる、学びたい人がいる限りいいじゃん、増えたって。結局やっぱりそういう日本のね、古来の文化をね、やっぱり日本人がその通じるものがあるんでしょうね。それとね、私も思ったのは、子供がまだ小学生だったから、まず子供の学校から折り紙を教えてほしいっていうのね。で、次に俳句ですよ、はい、またはいはいって言って、はい、子供の学校教えたら別の学校からうちでも教えてほしい。うちなんて5カ所、はい、ね。で、貧しい学校の黒人の学校から超エリートの何十人も幅と一学科全部教えたの、公平に、はい、でもここはしょうがないから、もう頭のいい子たちはピタゴラスの定理を使って、すごい難しいので、貧しい学校はもう色紙も大変だから、ニュースペーパーね、新聞紙を持ってきて、カブトですよ、ね、お金でお金かけなきゃ内容ね、あるからね、はい、そうしてね、結局あとは福島行って三春駒のやっぱし駒っていうとあれです、お人形ね、和紙の人形みたいな、粘土細工みたいなんですよ。三春駒ってご存知ないですか。福島の三春で、私は招き猫を教えてあげたんですよね。で、それは型が、木の型作って、そこに和紙を貼ってって、ポコンってなかった。で、それも、とにかく何でも頼んでいくんですよ。で、私がその、さっき、イエス様とお約束しちゃったから、拒まないんですよ、入って。何でもやっちゃう。もう頼んだ方が悪いのよって、私ができないのは。と思っちゃうわよ。いや、頼んでくるなって感じで、でも頼まれてやっちゃうね。そうこうしてる人にさ、どん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 、だから頼んでいくんですよ。でもね、外国人が私素晴ら
しいなと自分が勉強してと思ったのは、日本の着物でも畳でも帯でも平らになるじゃないですか。畳文化でしょ。お布団だって狭い四畳半とかうさぎ小屋って言われるけど、畳んでお尻に入れてお茶舞台出せば食堂でしょ。すごいことよ。だから日本文化って折り紙と一緒、一つのものを畳んで立体にして、これまたすごい美しい世界よ。私はそこで感動したのよ。あ、そうやね。外国ではそんなないね。ないだって外国はまた古い石で作って代々その保存してってと、日本は火事になっちゃえばね、なるほど、消えちゃうでしょ。だけど私はね、俳句もそうで、みんなが知らないけどアメリカの小学生って俳句読めるんですよ。知ってんの、はい、そして折り紙もつるぐらい全部折れるの、はい、すごいでしょ。そのくらいも外国の子は日本のことできるの。日本人はできないね。そうで、私はそれをその上に今度教えてあげる。俳句だったら、はい、じゃあ俳句アートって秋のものをシンボルに、季節だ、秋だったからね、季節のもの入れるんですよって、かぼちゃ書いたりね。それがね、日本の子はこうやって書くでしょ。日本の文化が向こうの書く字でこうやって書いておくのね。ないから観念が丸で書くんですか。だからここに自分で書いて英語でね、何とか、だから春の雪だったら、こうやって降ってきたってと、こうやって字をトトトトトこうやって、あの日本に古来からあったあのカタカムナ文字とか、そういうのだから神戸の方にあった。だから人類学っていうのはね、面白くって、日本のその洞窟壁画とかあるでしょ、共通の共通なね、こっちの中に自然に。でよく言われたのは、私は寒いところいるんで焚き火で多分炊いてますでしょ、ストーブを、そうすると火の前って安心するんですよ、ファイヤー見てるだけで、どうしてかっていうのは、洞窟の時代から暖かくするたりね、食べ物をこう焼くときに火を見るでしょ、で、あの記憶が遺伝子に入ってきてるわけ。あ、だから人間は安心するのね。空海様の密教じゃないですか。だから真理っていうのはどこから入っても同じところに行くんですよ。あ、でそういうことをやっぱりいろんなところから学ばせてもらう。だから折り紙もそうだけど、いや日本文化はね素晴らしいと私いつも思うな。そうね、着物でもだってあれはちょっとこう端折りしたりね、仕立て直すと、じゃ子供のものが大きくなっても着れたりね、非常に無駄がないのよ。背の高い人でも小上げてね、こう紐でくくれば着れますもんね。旅館なんかと思ってもね、もうあのユニセックスでどちらでもいいですよって、あの身長のねあの差があるからね、でもねすごい帯だって。そうだわ。だからそう、私はね結構やっぱり優秀だと、独特なんですよこの島国のおかげで。まあ太鼓は新橋にくっついてたかも、だけどね私はああやって見ると、 そしてねここのムータリクのことをおっしゃるけど、私イタリアに宗教と科学っていう国際会議に行ってくださいって言われて、1979年6月行ったんですよ。その時にイタリアのね女流画家の人がうちに呼んでくださったのね、彼女はアトランティヌス大陸の時が滅びる時の記憶があるんですって。で自分の絵はアトランティヌスが最後に滅びる時の絵ばっか描く人なの。その人はアトランティヌス大陸の記憶の人、その女流画家ね、イタリア人はね。もしね、不思議だったのは、私がイタリア語なんかできないから通訳を呼んでくれたのよ、ちょっと英語が分かる人って。だけど何言ってるか全部分かったの。だから通訳の人が分かってるから私だろうねって帰っちゃったのよ途中で。だからこうなんかテレパスティックにコミュニケートできちゃったのね。アトランティスはあの大西洋の方のね、そうです、あっちですからね、メキシコとかの、あの辺りの話なんていうのは普通はそんなほとんど知らないですよね。だって前世でしょ、前世の記憶でもちろん抜いてたものもないし、だから不思議でしょ、その人にはそういう記憶がある、はい、で私の知り合いのお嬢ちゃんが、あの子供まで小さかったんですけど、2人とも障害があるのね、綺麗なお嬢ちゃんだ、女の子2人、1人の子が、ただあのそういうのを若い人に見てもらったら、やっぱりかつて滅びる時にこう溶岩が降ってきて、その人たちの足とかがそこで、まあ、いたんだ、それが転生でこうなってるって言われたって。だからいろいろなことが、どの事実かどうかはね、それぞれ確かめようがないんでね、ある程度まで、だから記憶のある人っていらっしゃるのよね。あるよね。なぜかな、ちょっとその辺がわからないんですけど我々にはね。でもそういうお勉強をされてる方がこの頃すごく多くて、うちあの長野県で
映画館が結構ユニークな映画館が5つぐらいあるんですけど、江戸川慶生の天聖輪廻とか祈りのね科学的な効力とか、ああいう映画ばっかりやってるところがあるの。でこれもう祈りだけでも祈りは有効であるっていうのを科学者がやってるんですよ、物理学者とか、はい、で結局祈りっていうのはすごいと。だからこう誰かが病気でもよくね祈って差し上げるっていうことがあるでしょ、あなたのために、はい、効果がある祈りがあるんですよ、その人の純粋度とかね、あのそれは全部にっていうわけにいきませんよね、医療がいるってことは。だからなんか人間のこう神秘的なものはね、それね多分ね私も分かんないんだけど日本人は案外ね日本のことを知らないんだけど、外国人の方がね過去の古いことをねご存知だったりね、うん、してるんですよ、うん、ということは日本人が過去に外国へ行ったりして何か残したものが外国の人たちには目に入ってるんじゃないかなと。例えば教科書とかなんかそういう書物。あのねその高坂克美さんが、その宗教と科学の国際会議に私に行ってくださいって言った人は、はい、精神科医の人と、はい、あの九州の新聞社の社長だったんですよ、おじいさんね、はい、である時に再科学っていうのがあってね、東京でね渋谷でねその精神科医の人がいやあの奇跡についてね超能力についてもう精神医学はそういう力でまたあの治すことができるけど、はい、医療のその医師免許を持ってない人がやるとね違法になるんですよね。あうん、だから医療行為をやるとね、それで行っちゃいけないわけですよ、治りますとかね、はい、そしたらその人がある時私は初めてだけどまあ29ぐらいの時でしょうね、パッと再学会で座ってたらその人がおっしゃるには私から紫のこうたなびく煙みたいなものが見えるからってその金田先生とおっしゃるんだけど私のところに行って今からでも遅くないからあなた精神医になりませんかっていうのを勉強してっていうのは治癒能力があるから治癒ができるって言っちゃいけないんですよ、お金もらっても当たり前ですけどね。いやね、あのね、うん、今これずっとねお聞きしてるとね、うん、このお話の中にね、うん、なんかそういうものがねポワッと出てくるんですよ我々にはないね熱意ね、このお話されてる熱意、これはねブワーとこう迫ってくるそのそれだと思いますね。でね、その金沢先生と、その両方と九州、北九州の方のね、はい、北九州はもう本当に荒れてて、はい、子供がたちが良くないと、あの青年たちが、はい、私たちもなんとかあの日本人の民度を良くしようといろいろ試みてるけど、まあ、それであのその時に私が、まあ、その地方院の住職様がさあ、あの留守できなさいって言った時にその人たちもお選別くれたんですよ。ディーコさんが行くとね、あのいいってわけよ、あの還元できるからね、そしたらその時にうん、で私結婚その後帰ってきたからしたんですけど主人に精神科医になる勉強していいって言ったらダメだって言われた立ちもろくに上手でないのにその上そんなことやられた、だからそれで終わりダメですって、また簡単にできるもんじゃない、もう十分もうそのお話されてるねその中身でねもう相手に伝わりますよあれね、あの奈良時代だったかな、あの、うん、宮中のあの、うん、ずっとあの病気になられてた方が、あの都あの聖武天皇の奥様が長い間、うんうん、いやいやそうじゃなくて聖武天皇を産んだお母さん、お母さんなのかな、うん、ずっと精神的な障害という障害ではないんだけど悩んでおられたんですね、うんうん、それがあれ元宝だったかな、元宝が中国から帰ってきて、うん、一言お話しして治ったんですよ。あのね、さっき言いましたけど若い時25、26の時にその週刊朝日のおかげでエキノカルタっていうのが出たのね。で私はもう初めはそこを出版する前はまあ1000人単位ぐらい無料で見てあげてて、ここには普遍的な法則があると思ってそこまでこぎつけた時にね、ある人があの六本木のギャラリーで5、6人若い子がいたので、みんな私タダだからね、お金取らないから占って占っていいわよって占って、それはタロットカードで占ったんだけど、
私嘘つけないのね。ある女の子を見てって言って、この子に頼まれたらやだなと思ったけど、やっぱり頼んだのよ。そしたらそこにね、最初に死のカードが出たの。死ですのね。死のね。死の、はい、で、私嘘つけないから言ったわよ。死のカードが今出てるわよって。うん、そしたらお友達がパッと去ったら、最後にその女の子が来たのね。綺麗なお嬢さんでね。はい、うん、私は実を言うとね、あの男の人に騙されて、うん、まあ、お金と肉体的なことで騙されて、はい、もう自殺するつもりで最後の別れの日を来たんだっていうの、友達の。そしたらデスが出たんで、ええ、びっくりしたって私に言ったから、はい、うちはちょっと上だったから年がね、3、4歳か4歳ね、そんなことは取るに足らないって言ったの、うん、あなたはこれから社会勉強して、今までお嬢さんだったから、はい、それはすごい絶望的に悪いことに思うけど、あのねって、こんなことは取りに死ぬほどのことじゃないって言ったの、うん、これで一生懸命社会を勉強して、今度は引っかからないようにすればいいのよって、うん、でまた私名前も知らないわよ全然ね。そしてまた1週間ぐらい経ってパラッとそこ行って、この間ってあの女の子どうしたったら、この間ってよって男の子言ってたから、うん、あ生きてると思ってそれで終わり、はあ、だからそういう時に神様使うのよね。だからそういうようなことをね、うん、今ねやっぱりこう年配の人たちがね、うん、子供たちにこう諭すとかね、うん、やっぱり人生経験を経験して苦労してきた方が、うん、一言プッと漏らすことによってね、うん、その人のもう気持ちが変わるわけです。そうだから、あのアドバイスっていうのがね、その親にしてももうお前を嫁に行けないって親もいればね、なんそんなことないよと、きちっと生きてればちゃんと生き方を見て素敵な立派な人が、だからそれはあの人格とかその年齢言っててもちゃんと勉強してる人は少しでもその人幸せになるように言いますよね。そう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 、ちげとは言いませんよ。だからそういうね一言でね、あの人間の病気なんていうのはね、うん、治るんじゃないかなと。治る。だからその悩みが解消されれば、うん、食事も取れるし動くし、うん、体調も良くなるし。だから私も一番あの怒ってるのはやっぱりいじめですよ、うん、一人の子供を何人がかりで、はい、そこまで追い詰める人間の品性を、なぜ日本の教育はね、一人や二人じゃないからしてるのかと、うん、とっても恥ずかしいことでしょ。そうですね。で自分の意見を堂々と一人一対一で言えばいいのに、何人かで陰湿だね。で、で私はああいう弱い者いじめとかね、自分がどっか面白くないんですよ。加害者の方が本当はかわいそうなんだけど、でも私そういうものを加害者もかわいそうだからさせないような教育が必要だと思うの、うん、何統一したね、もう教育のあの乗った中でね、うん、こういう人間になりなさいと、そんなそれぞれ個性があるわけですか。そうそう、でいいところがあるんですよ。そう、個性を伸ばしたらいいわけです。向こう水の子だとかルールを守れなくても、はい、はあ、その活気があるとかね。そうです。でね、その意志が強いとかね、それを伸ばしてあげたらいいんだけどね。そうそうそう、そういう教育しないんです今。そうでね、私はね、点数制の教育とかあるんです。あ、一番悪い。だから偏差値教育 で、 そうですよ。とにかくあなたこのぐらい勉強ある。だから私の知ってるうちの子でもその優秀だとね、この子すごく偏差値が高いから東大の医学部って言うんですよ、はい、でも医者になりたいけどちょっと学力が足りないって子もいるわけね。優しい気持ちあるけどそこは無理って。でも逆に言うとその子はちょっと倍かかってもいいと思うの、時間はね。でもそういう子ほどお医者さんにさせてあげたいじゃないですか。だから医療ミッションって 京都大学でやったとか言われても、人が死んでるんだからね、謙虚な気持ちで恥じてほしいわけ、私から言わせて。医療ミッションね、でもかばい合うでしょ医者同士が、うん、そうです。もう お互い様だからね、訴えられてる。事前にあの証文を取っといてね。だってカルテなんてあの普通の人は読めなかったから、今は結構訴える人が勉強し始めて、はい、賢い子がいるともう何年も証拠じゃなくて裁判を起こすようになってやっとじゃないですか、医療ミスが出てきたの。だからね、ああやって見ると世の中すごく悪いんですよ今ね。もう高速大神宮で会ったおじいちゃんも言ってた、もう本当ひどい。もう大学の中で婦女工房はする、政治家は汚職するだと、めちゃくちゃ悪いじゃないですか。いじめはするわね。うん、だからもう平気だもんね。日本人が、私もだからその天の橋立ての最初の歌で、昔は神様と人の心はもうつながってたから、もうみんな幸せだったのに、いつの間にか離れちゃって、もう一部のちょっと心が綺麗な人が時々神様の声を聞いても聞いてくれないというかね。だからね、私ね、本当にこんなにひどい日本になっちゃったっていう、まあ、責任はみんな平等にあるわけよ、はい、極端に言うとね。うだから私どもも、まあ、生きてね、同じくらいの年齢ですけど、はい、あと何もあるか分からないんですけど、だからね結構お互いな、まあ、ものすごく今ね、これ20代か30代の人のようにもう姿が見えるんですよ
ところは私と同じだってね、これね。そんなことないでしょ、一緒ぐらいですよ。女性の年齢がどこやら私と大して変わらないという、うん、初めて知りましてね、まあ、びっくりしてるんですよ。この年代になるとそれが分かりますね。あのね、私はいろんな人生経験してきてますから、うん、あのね、私どもね、若い時でもそうですけど、いい人に出会うってことがいかに幸せか ね、悪い人もいるんですよ。一生懸命頑張ってるのもなんか無理だとかね、嫌なことをわざわざ言う人いるの、責任なくね。でもいじめでもそうでしょ、だとお前不細工だからダメだとかね。そうするとさ、ひがみでやって綺麗な子いじめたりするわけじゃなくて、だからみんな悪いわけ。本当はみんな一緒に綺麗なのよ。簡単に言うと、その綺麗さをちゃんと先生のが 見出してあげて、君の愛嬌のある顔がいいよとかね、そういう風に育てなれば、みんないいとこ探してね。そういちいちあのすごいあの容姿のいい人は何億も稼げて、ブサイクブサイクって漫才師たちが言うでしょ、お笑い芸人。簡単に言うな。私びっくりしましたよ、最初タクシーかなんか行った時。それは言ってはいけない、うちでは人の容姿のことは言ってはいけないって親から習ったから、その生まれたものに対してはね。でも精神外科医とかあるのが儲かってるわけでしょ。なんかおかしな方向、人間は見た目が9割とかね、もうなんかおかしな方向に表面さえ良ければいい言ってません？言ってますね。私はそれがね、おかしい、日本はね、だから日本のだから教育を変えないかんわけですけど、でもその教えてる人がその意味がわからなかったら教えることもできないし、みんなクラスでもね、ゆっくりめな子もいても、その子はまっすぐ行ったかもしれないし、だからもっといい面を見てね、その人のいいものをこう育てていけばいいんだけど、日本の教育というのは点数制で、点数さえ取ればあなたは賢いということで判断していいところに行けるし、そういう才能がない人はそういう自分に合った仕事をする。だってあのみんなが勉強することないじゃない。そうそう、だからお客さんのお仕事や、そのお魚を釣る人は勇気のあるね、はい、そうそうそう、お船でね、そうです、ああいう人しかできない仕事なんですよ。勉強できたってビビリマンもいるしね。だから感謝してね、あ、美味しいお魚だ、これは魚屋さんが頑張ってくれたとかね、この間の素敵なおじさんいたじゃないですか。そういう話をする人がいないね、今はもう。なんかお笑い芸人がね、もう人をいじめてね、もうあれでいい、いい収入得て、いい暮らししてて、綺麗な奥さんかなんかもらうから、若者が真面目にやらなくなっちゃうんですよ。結局勉強してもね、ダサいとか言われてサラリーマンやるよりは、ちょっとおかしいのがね、表出てきたら、結構可愛いお女性とまた2度か3度離婚して、結婚してね、ああやってあっちの方がいいんじゃないかって、あの頭の良くない子は思っちゃうわけよ。ね、テレビの影響はすごいじゃないですかね、テレビが悪かったってよく言いますけどね。うん、まあテレビだけではないと思うんですけど、ね。だけどあの先生も今いじめしてられてたり、いじめてる子いたら叱らなきゃね。そう、叱ったらまた教育委員会からお達が来るんですよ。なかったことに最初するじゃん。言ったらダメ、言わないんですよ、分かってても先生。だから教育委員会が悪いって。その教育制度がおかしいわけ。だからね、昔はね、私たちが戦後生まれた時は、殴られましたよ、あの貧しい子はね、本当バタヤさんって言葉があって、本当にすごい物置みたいに住んでるクラスメートもいた、本当に障害がある子もいた、ね、誰もいじめもしなかったし、バカにもしなかった。だって戦後でしょ、それこそあの兵隊さんが、足がない人とかが立ってね、現金箱をもらってた時代だから、大阪駅のね、日本のために働いてられた方がそうなってる、そういう風に、そういう時代は我々見てきたから、そうそうそう、だから今の現代にはそんな見てないでしょ、分かんないんですよ。それはしょうがないけど、経験してないから。だけど私はね、交通事故とかね、まあ、いろいろな形で私たちだって明日はどうなるか分かんないじゃない、今日は無事でもね、そうするとある程度いたわりとか、ある程度は謙遜、私だって、はい、もう少し経ったら老化してね、やっぱりね、空海さんがね、やっぱもっと出てこないとダメですね、空海のような、だから空海さん素晴らしいわね、そういう人たちが素晴らしいわ ね、だから最近ポツポツとあのそういうことを言う人が増えてきたと思うんですけど、だからこの間のね、あの2歳の坊や探した人が多いだから来てね、あの素晴らしかったじゃない、おばたさん、だってあの大分からね車乗ってきたあのみんながさ、おまわりさんたちが100人ぐらいで2歳の子供が行方不明で探してたら、おばたさん大分県から来て、子供が上に登るからって言って、でよしきくんって言ったら、僕ここって言ったらしいのね、でもそれはね、子供はねヤクザみたいな、おいガキ出てこいって言ったで、僕こことは言わないわね、やっぱり波動でね、なんかあったかいおじさんが僕の名前呼んでるから、ここって言ったんだと思うわよ。だからやっぱりこう、なんかあるのよね。ありま
ますね。人間のこう不思議な、もうすごいね、そのさっきから お話をお聞きしてると、もう寒暖なしですね、もう寒暖なし、もうずっと続くじゃないですか、エンドレス。私ね、いつもこんな感じなんです。ちょっと歩く、そうではないでしょ。じゃあ私はだいたい疲れないの、実を言うと。昨日3時間寝てないんですよ、2時間ぐらい。3時に起きちゃったから、4時に起きた、4時にね、1時頃寝て、それね、みんなが分かるか言われると疲れないのって、疲れないの、ないんですか。ないない、でそれは神様の方向に間違ってない時は疲れないみたい。その悪いことをもしね、たくらんでたら多分疲れるんだろうと思うと思うの。あ、虚栄心のためとかね、楽しいことを話してたら時間が、よくわからないけど、だからどっかここ、私ヒカルランドさんのおかげとはいえ、ここにご縁でね、ここへお聞きいただいて、ここに沖縄っていうのがあると聞いて、かぐや姫っていうのは本当に、かぐやってね、本当にいらしたみたいだね、かぐやさんとね、お姫様だけど、不思議な話ですよ。ここにね、竹取物語 の、うん、舞台とされたところでね、分かったんですよ、私が、またひらめいたんですよ。でそれで今回ね、今の比嘉ヒカルランドさんのこの本ね、これ書いて、これ、私がこれ全てが全てこれこの中に網羅できたかというとね、そうではないんだけど、これヒカルランドさんのそのなんていうの、この企画というかね、その考え方が、この中に、私の文章だけではこの中に散りばめられてるんですよ。それはね、それぞれ私、ヒカルランドさんはヒカルランドさんで使命があってね、すごい編集力はね、ここにそれはね、プロフェッショナルだから、プロですよ。普通の人が入りやすかったり、キャッチ一つでもちゃんとそれがこの中に入ってるんですよ。だから例えば、あの詩のね、あの炎をね、本屋さんに置いても普通の人はね、買おうと思わない。だって読みにくいって思っちゃうわけよ、最初の先入観で。これはね、これね、パッと開いただけでね、読んでみたいなと思うようにね、やっぱり。でそれはだって、かぐや姫は日本人なら大抵知ってますじゃないですか。隠し込んだでしょ、巨大な秘密でしょ、ね、巨大な秘密ってなんなんやと。かぐや姫なんていうのはね、そんなもんはどっかのなんか、なんていうの、おとぎ話、おとぎ話なんて思ってる人は、巨大秘密なんか、なんでおとぎ話に巨大秘密があるんだと。だけどね、お話はね、子供の時から魅力的なお話ね。だってお姫様じゃなくね、お姫様がね、それこそ竹の中が光ってたわけだから、沖縄ね、それこそで、こうやったら赤ちゃんがね、女の子がいたわけでしょ、そこに。しかも3ヶ月で大きくなった。そう、家へ連れて帰って、オーナーと一緒に。不思議なことが。3ヶ月で急成長して、成人だから。それはだから、日本人の普通の、10ヶ月でこのくらいとか、あれかな、ルールを超えちゃってるわけよね、スーパーね。超能力なんだ。そう、でね、私ね、日本のおとぎ話ってすごいと思うのは、花咲かじいさんにしても、一寸法師にしても、スタキリスズメにしても、あれ全部理にかなってんですよね。で、欲負荷がね、大きいの何でも欲しがるのはね、ろくなこと来ないわけじゃない。だけど、いやいや、もう本当ささくもね、聞いただけない、この小さいのほてっていう人は、謙遜だったり、もう気持ちがこうね、引いてるからさ、そんなに、もう本当に、だからやっぱそれ、真理がおとぎ話にはあるのね。あるんですね。ただね、私たちはこのおとぎ話のようなものは書かれてるんだけど、それはおじいさんおばあさんがその書いた当初の物語であって、そう、これは本来の竹取物語というきっちりした本は起承転結にね、ここにまあ書いてるんですけどね、起承転結になってね、かぐや姫が誕生して、で沖縄が長者丹になって、地方長者のお金持ちになると。でその後かぐや姫に求婚、美しいかぐや姫の5人の貴公子があって、この貴公子は実在の貴公子が、そうなのよね、お金持ちなの当時の。だから私はここからが違うわけ。いや素晴らしいと思う、実名を全部挙げてそしてね、私ね、大抵のことは、グリムやなんかでも、実話的なのがあったんですよ。そうなの。あったの。だからこれがね、この5人の貴公子がね、この竹取物語が出てきてね、何台を出すわけですね。そう、それがまた楽しいのよね。それも、それが世界にないようなものを持ってくる。そしてあなた、スズメのなんとかとかね、そうそう、火に燃えないなんとかとかね、ほんでもう、それをまたバカみたいに作らせるわけだ、金持ちっていうのは。そうそう、金の力で自分で取る。でも、かぐや姫に影を手に入れたいので、もう一生懸命だろうという。まあ、それなりの知恵でね。知恵で。そう、だけど結局、彼女はもうスーパーだから、そんなのもう見越し
っしゃってね、で怪我したり転んだりね、死んだりしてるわけだな、命がけだから。面白いんですよ。じゃあすごい話よ。でもこれはね、現在に通じるんですよ。現在のね、うん、誰なんやというと、うん、大臣みたいな人でしょ。そう、金持ちで何でも手に入る。そうそうそう、まあ、そういう人たくさんいらっしゃいますよね。そういう人でも手に入らないものがあったということでしょ。いや、やっぱしね、お金で全てが買えるって堀江門が言ってたけど、買えないんですよ。買えないんですよ。それを言ってるんですよ。だからそれは空海さん。空海さん。そこに哲学が入ってる。だからそこが空海さんなのよ。すごいんですよ。それはね、分かってるのよ。空海さんに出てこなくても、金じゃ入らないよって。そんなね。だけど、かぐや姫だってそんなのが欲しかったわけじゃないと思ったで、言ってみたのよ、あなたの誠意が見たいと。それないんだからさ、どこまでやってくれるかね。それでみんな端折ってそのジュルさんを出しちゃったわけじゃない。簡単に言うと、そのかぐや姫見込んでね、それが欲しいって言ったわけじゃないの。だけどジュルをやっぱしするわけよ、金の力とか地位の力使って。でそこが面白い。そこが人間なのよ。だからその一般人なのよね、貴族といえども、お金持ちといえども、普通の人間なのよ。そこまではね、みんな分かる。分かる。なんでそんなことを物語にしたのか、うん、その裏をね、裏を読まなかった、うん、つまりこの巨大秘密なんですよ、この巨大秘密。いや、これを分かる人がいないのよ。これがね、これがね、私これが皇太神宮もそうなんだけど、巨大秘密はすごいことなのよ。すごいこと。そしてね、私もね、アメリカに、まあ、7人いたのね、主人の仕事の都合で、はい、でその前にさっき言ったのは母親がいるって言ったから、で結婚してから個展やったからね、パリでね、トータルで3年いたのフランスに、ところが私は思ったの、日本文化ね、百人首とかあったから、それこそ原画を出したり展示したわけ、いろいろね、ただね、フランス人の、まあ、インテリジェンスは、まあ、ジャポネスクの時代があったようにね、ゴフレもみんな日本の映画大好きでしょ、すごいリスペクトなの、日本的なものはもう自分たちと同じセンスがあるって言ってたんだってね。だからアジアのいろんな国回っても、ちょっとアジア人は違うと思ったけど、日本だけはね、黒の着物の中にパッと塩を入れたりね、センスがフランス人に似てると、とっても高級だって、フランス人、そう、フランス人は、もうね、画家さんでもみんな、もうモネとか有名な優秀な人もみんな北斎の浮世絵とか見て、日本に来て勉強したりしてるって。そう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 、すごいのよ。睡蓮とかね。そうそうそう。似てるじゃないですか、日本の水墨画の。そうでね、私もゴッホがね、やっぱし日本のことを、版画をたくさんね、買ってね、もう飾ってたわけよ、ね。で、私この間もね、ウィーン行ったの、ウィーンね。そして有名なね、早く死んだ人の、まあ、美術館で、まあ、今ちょっと名前出てこないけど、5回くらいあったのね。そしたら、ずっと見てたの、豪気を、なんだか。そしたら5階に、パーって日本の浮世絵があったのよ、全部彼がコレクションしてた、はい、それがね、1234ってこう上がっていくでしょ、それこう一つの人の美術館だからね。で、日本の浮世絵がバッとあった時に全然負けてない、むしろすごいパワーがあったわけ、日本でその人の映画がやったわけよね。で、その人は春画みたいの、日本の春画に影響されて、それをまあ、それが多いね、外国人ね、ウィーンでね、やって、そしたらね、それをテレ映画でちゃんと日本の浮世絵の春画から自分はそのインスパイアされてやってるわけよ。だからね、勉強ちゃんとするとすごいよ、そう。で、私がさっき言った駅経がね、中国なのよ。中国が、中国3000年とか4000年でしょ、中国の大々の皇帝が国を治めるために、まあ、西洋だったら西洋占い師ね、星占いの人って雇ってるじゃない、越境師雇って、外れたらお国だからね、国の政務かかってる、でもう改良に改良して、最後は孔子がいじったので、孔子が何て言ったかっていうと、もし私が20歳の時に越境に出会ってたら、もっと人生を完璧に生きられた、だけどそういうもんなのね。そしたらそれを初めて英訳、中国語だからね、したのが心理学者のユングよ。ユングって有名な、その人が初めて英訳したの。ほんで私も自分で日本文経済新聞の文化欄のと書いたけど、ジョン・ケージっていう現代音楽の音楽家がいるのね。で、その人はその駅の音楽を作ってるわけで、この間ノーベル文学賞をもらったフォークシンガーいたじゃない、アメリカの、なんだっけ、フォークシンガーの、その人が、
ノーベル文学賞を去年もらった人、うん、あの歌手で、でその人が世界のね、何にも信用できるものはないか、越境だけは信用できるって言ってんのよ、わざわざ。だからね、私は中国4000のそっちだけど、音用だからね、越境は音用、日本の文化もそうでしょ、音用、陰と陽、表と裏が必ずある、こういうバランス取ってるわけね。だから面白い、すっごくね、私雑学なんだけど全部に吸収していくとさらに深いとこいけんのよ。私はそう思う。そういう、あの今おっしゃっておられるような、そう、なんか本を書かれたのないんですか？あの、ありますよ。あるっていうか、実は、はい、自分の体験だけで一冊と、さっき言った絵本ね、絵本は英語と日本語にして、はい、さっき言った富士山と桜の、この花咲く姫が一つと、それからそのうつほ物語と、うん、もう一つはその二十四孔だって、あの孔子の弟子とかさ、それから皇帝が、なんとか天皇のご時世はすごく良かった、ママ母にいじめられて育ったけど、それでもママ母は自分育ててくれたって、ママ母が風邪になったらこういうお薬のために命がけでやって治したっていうような人がみんないい政治をやって、そういう実話だけ書いてある。21項だから24の親孝行物語の実話、それが有名なのよ。でそれお父さんのね、私の父が通訳してたの、戦争中、中国語の、うん、でそれで父が死ぬ、92で死んだんですけど、死ぬ3年前に「二十四孔物語の絵を描く、絵を描く、絵本を出せ」ってすごくうるさかったの。ずるいのよ、自分死ぬでしょ、92でしょ、親孝行が基礎だぞ、親孝行は抜かんだ、儒教のせい、だからね、上太はだから孝行を尽くせって私に言ってるわけよね。だからもうここでさ、絵本描かないとまた一生後悔するからさ、一生懸命描いたわよ二十四孔ってね、中国のね。で私も中国人のお友達がいるから、まあ、彼女も読んで、まあ、結局台湾は今でもその二十四孔っていうのをみんな知ってるらしいけど、本国の方だとまああまりもうね、だから孟子の教え、孔子の教え、荀子の教えだったら当たったでしょ、それの司教御所だから、で教の公教だからね、その二十四孔は親孝行の公公教なの、教えっていう意味なの。だから中国っていうのもね、まあ今いろいろでしょ、今こうやってね、中国と日本はね、もう共通ですよ。そりゃそう、それ日本人が行ってね、私が調べたら日本人が行って中国の国を作ってるわけですから。だからね、それはもう漢字でもね、あの中国の昔の漢字はすごくあったわけよ。今簡略字だから、カタカナみたいになっちゃったけど、すごい汚い選び方しちゃったから。字として美しくないのね、今の漢体、しょうがないけど。日本字の方読めるんですか？だって台湾は今でも昔の漢字でやってるから、はい、あの発音は一緒でもね、はい、そうするとね、私も触りだけどちょっと中国語勉強したことあるでしょ。そうすると思うのはね、やっぱし文化っていうのは、特にその高坂克美先生はもうあの世界中に日本語が残ってるっていうのよ、ですね、そのまんま。でその人はそれが研究者だから拾ってくるわけよ、この言葉が日本語だって。で今あなた貴乃花が言い出したで、相撲はね、だから相撲というか、ね、だからこれが時期なのよ、貴乃花も一つ上行ったけど対象は分からないからいよいよおかしいって言ってるけど、それが時期が来てるのよね。そういう有名な人がポコポコっておっしゃると、はあ、後でちょっと別のところで聞いたら、あこの子だったって分かるじゃないですか、それだけ聞いてね、すぐは。だからね、それは素晴らしいわよ、だからね、うん、私ここでまあ言ってるんですけど、はい、日本はね、うん、世界文明のまあ最初であってね、世界に帝があっと行ってね、はい、文化を作ったところが、日本人の言葉を聞かなかったので、うん、荒廃したので、日本人がふるさとへ帰ってきた、はいはい、里帰りしてきた、はい、言ってるんですよ。だから今まで学んだ渡来文化、うん、外国の文化が日本に入ってきて日本ができたんだと教えられたけど、うん、そうやない、うん、里帰りしてきたんだとみんな言ってるんですよ。これ私も外国いろんなとこ行きましたんでね、うん、これ間違いないなと。どうですか、やっぱり魂、あのこう、ね、あとご著書に書いてあったけど、うん、アフリカにね、人類のルーツがあるっていう教えが一つあるけど、ね、はい、黒人から白人は生まれない、ないらしいですね、ね、その、はい、でね、私はそ
それはそれでロマンとしてはね、私たち謙虚になる意味ではいいのよ、黒人からっていうのもね、だけど私は思うにはね、あの今ほらキリスト教のその私もイエルサレム行ったことあると、もういろいろなキリスト教があるから、聖墳墓の周りなんて分割してあるわけ、こっからカトリック、こっからプロテスタント、そうそうそう、だけどね結局縄張り争いのレベルには落ちたくないのよ、私のが上だとかね、中国だって中国に何年寝て中華思想の国だからね、いや日本のがルーツだってって喧嘩になるから、それはもういいですもうそんなことはどっちが先でもそれより仲良くなりましょう、まあ、そこに頭いかないと、私の方がルーツだとかね、後から来て、だって私もアメリカにいたけど、インディアン虐殺してできた国よ、そう我々西部劇で、だから私たちインディアン悪いやつだ、そうして私たちはうちの家族であのレンタカーで、ね、10日間ぐらい、ええ、ナショナルパークをバーって行ったのよ、アメリカの、はい、インディアンがあの時々こうお土産品や作ったりしてるけど、みんなおとなしいの、もうみんなおかしくなっちゃってるの、アルコールでおかしくなってね、覇気がないの、もうエネルギー全部やる気なくされちゃったわけよ、黒人はまだある人が出てくるわ時々、オバマさんじゃないけどね、そこまでさせちゃったわけよ、そう、日本人はやっぱりインディアン元日本人は言われてるから、カラマーゾフとか言ってね、そうつつましやかなんです、そう、それとね、あそこのインディアンでもさ有名なね、やっぱし予言みたいのあるでしょ、インディアンの、結局ね私たち東洋人もそうだけど、私たちは争わないのよ、基本は。そうです。そしてね、あの私たちの癒しっていうのは必ず自然に癒されることを願ってるでしょ、お薬でもね、西洋は切るじゃない、悪いもの切ってくのよ、うん、そうそう、だからこの間の日産のね、ルノーの社長でもそうだけど、うん、解雇平気でするのよ、何千人、だから日本のいいのはね、ヤウルズの神なんですよ、そうそう、山に神、田んぼの神、だからね、それこそ、それぞれ神様がいらっしゃる、キリスト教も丸ほってもみんなおいでと、それが違う、そこがね、日本人のいいとこ、いいとこ、だからね、お正月は神社、ね、子供の七五三、神社と、はい、そして死ぬ時は仏教と、そしてあなた結婚式は教会よと、それでもいいっていう国なんだから、感謝する、そしてはい、まあ、バレンタインだ、はい、ハロウィンだって何でも言えるんだから、でもいいのよ、これでお菓子屋も儲かって ね、 ですね、だからそれがね、いい加減って言えばいい加減だけど変にそのために死んだり殺したりしてないから十字軍遠征でね、わざわざ ね、 そ、 うですね、そこがね、私は日本人が素晴らしい、応用なのよ、お人よしというかね、そうなの、そうなの、だってそんなでもそ それがね、うん、あまりにもはみこってしまったのでね、外国人からね、うん、もう抹殺されてきたわけです、それを知らないとダメなんですよ、今現代、そうだからね、私アメリカなんかさ、あの日本でもう日本教育やなんかするのを飛ばしたり、これだけ一人目に日本人あっても、若者アメリカ大好きじゃない、今も USA とか行ってたね、踊ってるぐらいで、そうそうそう、だから日本人は基本的には許せるのよ、こんな難しいこと言わないと許すのよ、水に流す文化だから、私ね、アメリカでね、やっぱり大学で勉強してた時にね、あの美術館の大学で勉強してた時に、アウシュビッツね、あのナチが、ナチスが、はい、どうやってね、あの大衆をね、そうやってユダヤ人虐殺に持ってったかっていう授業があったの、面白いでしょ、はい、それだけで授業があるのよ、アメリカって、はい、でユダヤ人が何人もいて、そしてみんなでそれを発表することになった時に、おばあさんがここの養収容所で殺されたとかね、もうカセットを残して死んでったとか、もうユダヤの怨念はすごいわけ、許さないわけ、でオタクはどうかって日本に降ってくるから、いや私たちも広島長崎で被爆してますから、もちろんひどい体験はしてますけど、日本文化はね、それを許さないとか表だってという文化はないと、黙ってるんだと、わかる、そのなんか悔しさとかあると思うわよ、だけど黙ってるじゃない、そんなギャグ私も被害者、まあ、そこに良さがあるんだけどね、うん、でもそれはあまりもお人よしになってしまうと外国からバカにされると、だからね、いうことがあるからね、安倍の首相じゃないですけどね、日本人はね政治力がない、だからいいとか悪いって言っちゃおかしいけど、北朝鮮のあの若いけどね、なかなかしたたかよ、でやっぱりスイスかなんかの学校に行ってたからねこうそういうの学んでんだね、取引っていうかね、日本人はねそれは下手、権利主張が下手、だから政治的には弱い、そう沖縄だって帰ってこないしね、今の日本もあるんです、だからね本当はね、あのブータンのお姫様でもね、みんな海外で勉強するわけ、あの国でもね、やっぱしね、あの大学院ぐらいちょろっと行かないでね、基本は国のトップレベルの人がね、外国人と互角にやっていけるだ
けど、あの教育をさせないとね、それはダメよ。こんなお手振りなんかしてるだけじゃん。でも今は違うでしょ。政治を動かしてる人はどっかの国の人です。だから怖いのよ。だからちゃんと見たら今大変よ日本は。どうってやってる。だってうちのすぐそばの日本に目覚めないともう日本なくなっちゃう。そうそう同じドイツ。だから日本がなくなったらね、世界がなくなってくるんじゃないかなと私言ってる。だってね結局日本はね、まあ、精神的なね、大和魂って言って死んでったっていう国だったわけよ、うん、あの夏目漱石のもう猫に変えたんだから夏大和だ。それがこうじっと凛として兵隊さんも頑張ったわけじゃない。ところがこのアメリカの陰謀っていうかね、やっぱりあの引っかかっちゃって、きれいにいいものも消えてっちゃったわけよ。簡単に言うとそうパッてね。そして子供たちがそれを育てる教育者がいないでしょ。だからいないわけよ、そんな気概のある子供がいないのよ。そうなんですよ、簡単に言うとね。本当そうです。